中央線は、大韓民国ソウル特別市東大門区にある、西梁里駅から、京商北道京州市にある、京州駅を結ぶ韓国鉄道公社の、鉄道路線である。国土交通部、鉄道距離表における、正式路線名は、中央本線。日本統治下の1942年に全線、開通した。中央線は、日本により、 第二次世界大戦中に京城と京州を結ぶ、京府線に次ぐ朝鮮半島中間線として建設され、当初は京京線と呼ばれた。沿線に、大田やテグのような大きな町はないものの、海岸からあまり遠くなく、海上からの砲撃にさらされる危険があった、京府線に代わる戦争物資輸送鉄道の性格が強かった。そのため、京城から東に出て、 山岳地帯を抜ける路線として計画が進められた。独立後は、大白山脈から産出される、無塩谷輸送を目的とする産業線と位置づけられ、1973年に、韓国で初めて清涼里駅包み川駅間が、大白線、霊東線と共に電化され、1988年に、英州まで、電化区間が延長した。 1980年より、この電化区間を利用して、韓国で、初めての電車特急9 9 0 0系が、無群ファ号として、運転を開始した。この電車は19年間にわたり中央線、大白線、霊東線を経由して、西両里駅と東海駅を、結んできたが、1999年6月の、ダイヤ改正で、トンウィル号に格下げされて、運転区間も、 短縮、2001年3月に廃止された。清涼里始発の機関車牽引による、セマウル号が、安藤までに往復、大白線直通が1往復運行されてきたが、2008年1月1日のダイヤ改正でいずれも廃止された。清涼里西原週間は、ソウル高領、東海間を結ぶ KTX 高領線の一部に、含まれている。安藤 K 週間は、 定期旅客列車は、無群ァ号のみの運転で、京州から先は、東海線かまたまで、直通運転する。このほか、手具線を経由して、東手具駅まで向かう列車もある。2005年12月、広域電鉄として清涼里駅徳沼駅間の、路線改良と複線化が完了し、軽減線と直通する形で、達山駅までの運行が開始された。 電車区間は2007年12月27日に八道駅、2008年12月29日に、菊州駅、2009年12月23日に、龍門駅、2017年1月21日に、と平駅までそれぞれ延伸開業し、2014年12月27日には、立山線を介して、京議線、三駅までの直通運転が開始された。また、 西原集駅までの伏線化と路線改良が2012年9月25日に完成し、セマウル号で11分の時間短縮がされた。さらに、2021年1月5日には、西原集駅多美駅間の伏線化及び安藤駅以北の電化が行われた。また、安藤駅以南も大規模な路線改良が計画され、特に終点側は接続する。 東海線とともに新京州駅へ接続する予定となっている。電車客車電気機,機関車、ディーゼル機関車一般列車機動車電車ディーゼル機関車、広域電鉄全区間において、複線電化工事が行われている。新線の途中駅は、議場駅、軍駅となる予定である。防漁信号上京州駅間は廃止され、 代わりに、京府高速線新京州駅に接続する新線が建設される予定である。同時に、英川駅から新京州駅間の伏線電化工事が行われ、手具線及び東海線との直通運転が行われる予定である。新線の途中駅は赤駅のみの予定である。ありがとうございます。